ブルックス・ケーシー・パウンダーズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、リバーサイド郡、リバーサイド出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシアトル・マリナーズ参加所属。2009年の MLB ドラフト2巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・パイレーツで、プロデビュー。9試合に登板して2勝2敗。 防御率3.04、20奪三振を記録した。2010年は A-9 ステートカレッジ、スパイクスでプレーし、19試合に登板して3勝3敗、1セーブ、防御率4.46、29奪三振を記録した。2011年は A 級、ウェストバージニアパワーでプレーし、36試合に登板して5勝5敗3セーブ、防御率3.68、 72奪三振を記録した。2011年12月8日に、ヤマイコーナバーロとのトレードで、ディエゴ・ゴリスと共にカンザス・シティロイアルズへ移籍した。2012年は、参加の A 級、ケーン・カウンティ・クーガーズと、A 級ウィルミントン・ブルーロックスでプレイし、2球団合計で28試合に登板して9勝6敗、防御率3.96、132奪三振を記録した。 2013年は a 級、ノースウエストアーカンソーナチュラルズでプレーし27試合に登板して5勝7敗1セーブ防御率4.50100奪三振を記録した2014年はパイオニアリーグのルーキー級アイダホフォールズチュカーズと a 級ウィルミントンでプレーし2球団合計で9試合に登板して0勝2敗防御率4.40 37奪三振を記録した。2015年は、ルーキー級アリゾナリーグロイヤルズ、ルーキー級アイダホフォールズ、A 級ウィルミントン、A 級ノースウエストアーカンソーでプレーし、4球団合計で15試合に先発登板して3勝5敗、防御率3.42、51奪三振を記録した。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。 さらに11月には第1回 WBSC プレミア12にアメリカ合衆国代表で出場した。2016年は開幕からトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーし、6月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは13試合に登板して2勝1敗。 防御率9.24、13奪三振を記録した。2016年12月1日に、ジャレット・ラクサーとのトレードで、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2017年9月8日に、DF となり、15日に、マイナー契約で、AAA 級ソルトレークビーズへ配属された。オフの11月6日に、FA となった。2017年12月5日に、 コロラドロッキーズとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年は開幕から参加の a a 級アルバカーキアイソトープスでプレーし、4月24日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月15日にマイナー契約で a a a 級アルバカーキへ配属された。 レギュラーシーズン終了後の10月9日に FA となった。2018年12月22日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結び、2019年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2019年は開幕から参加のトリブル A 級コロンバス・クリッパーズでプレーした。2019年6月15日に金銭トレードで ニューヨークメッツへ移籍し、即日でアクティブロースター入りした。8月20日に DF となり、24日にマイナー契約で参加のトリプル a 級シラキュースメッツへ配属された。ありがとうございます。